り知らないと思う。ロマンチックこれあの靴で大丈夫なんですか。大丈夫です、もちろん靴のまんま。あ、そういう会話があるといいかもしれないですね。そうですね、ね、私はもう、そうですね、そうそう、で割とちょっと音が出そうなところをこう叩いてみるところから、そうそうそう、なんかそのファッションとすごく合ってるんだけど。いかにも叩きそうです。いや、うん、なんかいかにもドラムしてそうな感じ。本当にありますよね。逆に下手だったらちょっと恥ずかしいこれなんていうんですか。まあ通常フロアタムっていう。フロアタム、あの本当は床に置いてあるんですよ、本物はね。だからフロアにあるタム、タム、これはタムタム、これタムタム、はい、ラックタムとか言いますよね。ラックに普通乗せてあるタムですね。バストラ、バストラ、スネア、スネア、ハイファット、ハイファット、これはシンバル先生のままなんですね、はい。まあ、シンバルも種類があるんですけど、ちょっと音がうるさいから今日はクラッシュシンバルってちょっと薄い。でも結構な音が鳴るんですね。結構鳴りますねこれは、あ、まあ通常踏んでも鳴らしますね。ちょっと音を開けるんですけど、あ、そしたらチャッ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 ってなるわけです。そういうことです、そういうことです。すごい面白いそうそうそう、あ、うん、皆さん明日買いに行ってたりしてね。フルでやめますわ。で、はあ、今日はとりあえずその8ビートっていうね、はい、あのこれ1個だけパターンを覚えればドラムの面白さなんですけど、一小節叩けるようになったら結構何千曲も叩ける曲っていうのが出てきてしまうので、あのまずですね、はい、左足はとりあえずそこ閉じたまんま、閉じたまんま、はい、で使えません、はいね、で、はい、このハイハットを右手で、ハイハットを右手で、はい、で8つこ持ち方はそれそのままでいいです。そのままでいいですか、はい、なんかフォークとの弓みたいな、もっと楽に軽くですね。もっと楽に軽くですね。はい、1,2,3,4,5,6,7,8ですね、はい。じゃこれをどうしようかな、1,2,3,4,1,2,3,4って数えながら、はい、せーの、1,2,3,4,1,2,3,4ですね、はい、で今3のところ、はい、で今度左手ですね、これ同時に、はい、1,2,3,4,1,2,3,4、すごいですね、バッチリですね。本当、うん、でここからちょっと難しいですけど、はい、1のところにキックドラム、バスドラムが入りますね。ということは、はい、1のところでこれと一緒、一緒に、そうです、3の時でこれと一緒、そうです、そうです、わかりました、はい、せーの、おお、バッチリじゃないですか。絶対初めてじゃない。家で練習したの？実はね、こそったね。よい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 よ。いや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 。どうどうどう。へえ。でなんかここでなんか曲と合わせられれば本当はちょっと楽しいんですけどね。ああ、私はなんか一曲歌っていただいて。ゆっくりめの曲。どんな曲でも結構これでまあほとんどの場合合う。へえ。と思うので。これ叩いた時にはこう。叩きっぱなしというか、この状態でいいんですか、はい、上げた方がいいんですか、両方あるんですけど、どっちでもいいです、楽な方で、うん、どっちでもいい、マッチですよ、本当に上手いい、あ、僕の生徒さんでは3ヶ月目ぐらいの人と思う。3分でもうすごいすごい。じゃあもう明日島村楽器に行こう。どうぞ来てください。明日行こう。それ今度少しずつちょっと早く叩けるように、はい、どのくらいでいったらいいですかね。まあ自分がちょっとできそうなギリギリのとこまで、できそうなギリギリのとこまで少しずつ上げていきましょう。あ、いいですね。おーおーおー、すごいすごいすごい、バッチリです。おお、本当？頭いいな、運動神経かな。頭悪いんですけど逃げ足とかするのは早いみたいです。逃げ足バッチリですね。じゃあ、うん、それがだいたいリズムですよね、うん、通常その楽曲のバッキングをするときにはこういった感じでリズムをキープするのが大きい声なんですけど、うん、